皆さんこんにちは。視覚障害弱視のバイオリニスト荒木由衣子です。3月31日3月最終日の動画の更新です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。皆様からの高評価チャンネル登録が私にとって YouTube 活動並びに演奏活動の糧になります。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。先ほどですねちょっと地震があったのでちょっとわしゃわしゃしてるんですけど、おまけに実はこの動画を撮る直前に実は動画を撮ったんですけど、動画をチェックした時にですね後ろの見栄えがよろしくないことに気づき、あーとか一人で言っててですね、でちょっと撮り直しでちょっと動画を再度撮っています。でもちょっと今月からねスタンド FM でラジオ番組うさラジをね始めてから、ちょっとその点はねもう自分にもビシビシスパイスがかった日々を過ごしてます。もう当たり前でしょってツッコミ入れられそうなんですけど、今までがいかにこう自分に爪が甘かったなと思っていて、ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、はい、ちょっとね前置きが長くなりましたが、本日の動画は、今日の幸せな出来事5つお話ししたいと思います。本日はですね朝の9時から夕方の4時半まで、視覚障害者をサポートしてくれるガイドヘルパーさんとですねお出かけをしてきました。舞浜と新宿に行ってきました。で一番の目的は、ディズニーの耳が大きなゾウさんのキャラクターのダンボの抱き枕を買うことでした。ですが舞浜のね東京ベイ舞浜ホテルに行った結果、残念ながらどのホテルにもダンボの抱き枕はありませんよというふうにスタッフに言われました。で、その時はとてもショックだったんですね。ですがホテルのラウンジでちょっと仕切り直しにこうアマゾンで抱き枕を検索した結果、4点在庫があるというふうにね結果が出ました。で早速アマゾンの方にダンボの抱き枕、私が欲しいと思っていたものを注文をしたんですが、ところどころねガイドさんにお手伝いをしていただいて、注文を、進めていきました。でですね最近商品によっては決済の方法がややこしいものがあって、コンビニで代引きというのがですねそのダンボの抱き枕に関してはなかったんですね。なんかクレジットカードの情報を入力するだったりとか、あとはなんかなんかペなんとかペイなんだったかな、ペイペイじゃなくてなんかね後払いでお金をこう決済するサービスだったり、あとは携帯会社を通しての決済のサービスとか決済の方法とかそういったものしかなかったんですよね。でちょっと不便だなと思ってですね、で携帯会社を通しての決済方法を、選択をしてですね、決済を進めていったんですけど、なんか初回のね手続きだったのでいろいろうるさいというかなんかちょっとややこしかったんですね。で最後契約した時の暗証番号もね、こちらは間違っていなかったみたいなんですけど、なんかそれに注文履歴にもちゃんと注文完了してますよっていう情報があったのにもかかわらず、決済を済ませて1時間ほど経った頃にアマゾンから決済終わってないですよっていうメールが来たんですね。でガイドさんと私と2人してってびっくりしたんですけど、でどうも冷静に考えたらタイムラグじゃないかっていうことにタイムラグだったんじゃないかっていうふうに思ったんですね。で、帰宅してスマホを見たところ1時30分ぐらいに au から引き落とされましたよっていうねメールが来ていたので、もうその時点で決済は完了していたようですが、
なんか万が一スマホからメール来るんじゃないかっていうふうに何回も何回もスマホをチラチラ見ていました。では結局ね、あのアマゾンから荷物を発送しましたっていうメールも夕方の時間帯に来ていたので、はい、でね、翌日4月の1日に自宅に届く予定となりました、はい、いや本当に良かったです、はい、というのがね、あ、まず幸せの一つ目 で補足なんですけど、定価よりも安い価格で、購入という結果になりました、はい、というのがまず一つ目の幸せ で二つ目がですね、舞浜の駅の方に行って、でディズニーストアにちょっとプラプラと立ち寄ってみたんですね。でもしかしたらダンボのグッズが売ってるかもしれないなと、まあ、あまりあの過剰に期待しないようにしつつ行ったんですが、そしたらですね、なんと、じゃじゃん、こちらの高さが 10センチ以上ありますダンボのボールチェーンがついたマスコットと、あとはちょっとカメラに映す自信がないので、ないのですが、高さが 2、30センチぐらいある大きいダンボのぬいぐるみが売ってたんですね。で今カメラに映してるのが、高さが 12、3センチぐらいあるダンボちゃんのマスコットなんですね、はい、結構可愛らしい感じのお目目が、つぶらなお目目が可愛いのかな。で頭にはおそらく黄色いお帽子をかぶっていて、で首の周りにはなんかケープ、赤地に黄色いラインがこう引いてあるようなケープみたいなのを首に巻いていて、でお座りしているようなポーズのダンボのマスコットで、大きいぬいぐるみも同じポーズ、お座りしているような形のポーズの、ぬいぐるみと、今日はね大人買いしちゃいました、まあ、この日のためにね前々からお金を貯めていたので、今日はね惜しまずお買い物をしました。はい、まあ、今年度よく頑張ったねという私自身へのねぎらいのね意味もあって、はい、お買い物しましたね。はい、いやー、はい、縁があってね、このダンボちゃんマスコット並びに大きいぬいぐるみ来てくれたんでしょうね、はい、もうね、あの今日は行くところでですね、なんか待ってましたと言わんばかりの出来事があったんですね、はい、ダンボちゃんお座りしているポーズで可愛いです、はい、ちょっと机に置きますね、はい、それで、次はですね、舞浜から、新宿に向かいました。それで、今のが、あ、そうか、幸せ2つ目 で次、幸せ3つ目はちょっと新宿、そうだな、ちょっといくつかあったんですけど、ちょっと まとめて幸せ3つ目はちょっとまとめてお伝えしますね。まあ新宿に行ったらですね、紀伊国屋書店でお買い物をしてですね、でその後、あの紀伊国屋書店の隣が新しくオープンした世界最大級、あれ世界だっけ国内だっけ、まあ、最大級のディズニーストアがありました。でそれでありましたか、 あるんですけど、それでですね、オープンしたての時は予約が必須だったので気にも留めなかったんですけど、本日はたまたまなんかキャストさんが、あ、どうぞどうぞお入りくださいみたいな感じで、予約なしでディズニーストアに入ることができました。で、まあ、ディズニーストアでも舞浜で買ったダンボちゃんのぬいぐるみとマスコットは売ってたんですけど、はい、なので、まあ、ディズニーストアは、まあ、下見というか、まあ、ウィンドウショッピングみたいな感じですね。なんか入れたことそのものがラッキーだったんじゃないかなと思います、はい、それで幸せ3つ目はまだ続くんですけど、来月の下旬にウクレレの発表演奏会がありまして、でそちらで履く靴がね欲しくて、ルミネエストにあるなんだっけな、オリエンタルプラクティスとか、なんかそんな名前の靴屋さんがあって、そちらで、
ピンクのねパンプスを買いました。はい、予算通りのパンプスだったんですね。はい、それで靴屋さんを後にして1階下のフロアにエスカレーターで降りたところ、なんとですねトムとジェリーの期間限定のグッズ売り場があったんですね。それでそちらではじゃじゃん、こちらのおむつを履いているニブルスというネズミの赤ちゃんのキャラクターのですねぬいぐるみを買ってしまいました。はい、ニキというドイツのメーカーから出ている、ドイツのメーカーではあるけど日本にも、メーカーがあるニキというメーカーさんのニブルスちゃんの、こちらも高さがおそらく 10センチ以上ある、おむつ履いたネズミちゃんのキャラクターのぬいぐるみ買いました。私は高さが10センチ以上のぬいぐるみが好きで結構自宅にも集まってきてるんですけど、おそらく体が多分灰色で、お目目がなんかミッキーマウスのお目目みたいな感じの長っぽそい感じのお目目、縦長の楕円形みたいな感じのお目目で、で、おひげがね、ついてますね。はい、いやニブルスちゃんもよく来てくれたなと思います。はい、触り心地はね、先ほどのダンボちゃんともになんかサラサラした感じの、気持ちがいい手触りですね。はい、で実はこのニブルスちゃんもアマゾンで目星をつけてたんですけど、でも決済がややこしいからとなかなかね躊躇して、注文できなかったんですけど、でガイドさんにもお値段を聞いてみたところ、アマゾンと全く同じお値段だったので、まあ、ビンゴだなと思ってもうお買い上げでした。はい、でもおむつ履いてるところがね可愛いですよね。はい、もうおむつがねアクセントかなと思います。もうニブルスちゃんはすごいレアなキャラクターなんですけれども、ジェリーとトムをね困らせるようなことばかりする赤ちゃんですね。でしかも大食いで結構食べる、これ赤ちゃんでありながら結構バクバクバクって食べるようなネズミの子ですね。はい、というのが幸せなこと3つ目ですね。はい、で4つ目がウェルシア薬局のことになります。新宿を出る直前に、ウェルシア薬局に行ってみました。で、今夜のおかずとあと、スタンド FM の収録をするようになってから私はカロリーメイトを常備するようになったんですね。でカロリーメイトももしあったら欲しいなと思っていて、そしたらあったんですけど、なんと100円でどれも100円均一だったんですね。なかなかないことだと思うのでとてもラッキーだなと思いながら、はい、しかも3つも300円分買ってしまいました。普段食べているチョコレート味とあとチーズ味とあと一番売れているバニラ味の計3つ買いました。いや本当にまあね、どれも100円だったので10個買ってもいいレベルではあったんですけど、ちょっとね、予算的に3つにしておきました。またね、買い物に行った時に買えたらいいなと思うんですけど、普段はね240-250円ぐらいだったので結構100円で売られていたのはありがたいなと思いました。カロリーメイトはねバランス栄養食って言われていますし腹持ちがいいので、うってつけの一品だなと思って私は、カロリーメイトスタンド FM の活動を始めてからよく買っています。はい、いや T ポイントもねたまりますので一石二鳥だ二鳥なお買い物だったなと思いました。でウェルシア薬局を出た直後に雨がパラついたのでまさになんか運が良かったなと思いました。っていうのが4つ目の幸せですね。で最後5つ目の幸せは火曜スクランブルというラジオ番組を聞いてのことです。はい、
なんとですね、4月の29日は昭和の日だと思うんですけど、今日は一日昭和歌謡曲三昧みたいな感じの歌謡スクランブルの一環のこう生放送の番組をやってくださるそうです。で、推しのアナウンサーの深澤彩子さんと、もうお一方大内真理子さんがお二人で担当されるという、おそらくリスナーからリクエストを募って放送をするという番組だと思うんですが、はい、私もあの彩子さん推しなのでリクエストをお送りしようかなと思っています。ホームページをチェックして、もしメールでよかったら、メールでお送りしますし、なんかおはがきの方が良ければおはがきでねお送りしたいなと思ってます。で、なおかつ彩子さんにね読んでいただいたらとてもテンションウハウハになると思います。はい、ということでね、本日はもう幸せの連続で、もうテンションがついていかないぐらいの、追いつかないぐらいの幸せな一日になり、本当に満ち足りた気持ちです。はい、ということでね、今回の動画は、3月31日の幸せな出来事についてお話しいたしました。いかがでしたでしょうか。はい、いや今月はね、相撲があったということで本編なかなか更新ができなかったんですけど、まあ、ショート動画にスポットを当てた日々だったので、はい、やっとね本編が更新できるようになってですね、よかったなと思ってますが、はい、でちょっとね、本当はねコアラのマーチの、ポーチブックの付録をねご紹介したかったんですけどなんかこう気持ち的に慌ただしくてちょっと見送ってしまったんですけど、来月に入ったら必ずやご紹介したいなと思ってますので、結構ねなんか告知したのにできてないなっていうことが結構あるので、いやちょっと心苦しいなと思う限りなんですけど、はい、ということでね、明日からも動画更新してまいりますので、どうぞ、バイオリニスト荒木由衣子引き続きよろしくお願いいたします。はい、では本日の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様からの高評価やチャンネル登録、チャンネル登録が私にとって演奏活動並びに YouTube 活動の糧になりますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。荒木由衣子でした。それではまたね、バイバーイ。